ポケモンは27年という歴史の長さから様々なポケモン、そしてキャラクターが存在する。実は強い大木博士の手持ちポケモンが判明した。大木博士は冒頭でも話したように関東地方でポケモン研究をしている博士です。アニメではサトシやサトシママと仲が良く毎シリーズ登場していますよね。親切で優しくて面白い博士です。そんな大木博士の手持ちポケモンって皆さん知っていますか？いつもサトシから預けているポケモンばかり世話していていないように見えますが、実はゲットしているポケモンがいます。分かっている範囲で3体なんですが、1体目はポッポです。ポッポはアニポケ新無印編の譲渡編で大木博士がゲットしたポケモンです。大木博士は自身のラジオ番組があって、その公開録音をすることでエビジャタウンというところに行くんですけど、公開録音の前にポッポをゲットしたということで出していました。ロケットラを撃退していて意外と強いポッポでした。今はどこにいるんでしょうね。2体目は海竜です。海竜はアドバンスジェネレーションの番外編戦慄のミラージュポケモンで、大木博士が持っていたポケモンです。コピーミュウツーと戦っていました。いや、大木博士がカイリー持ってるってギャップすごすぎない？3体目はロトムです。ロトムはベストウィッシュ編で大木博士がゲットしたポケモンです。3匹ロトムがいて、1匹がロケット団に連れ去られそうになったんですが、大木博士とサトシたちに助けられ、その助けられた個体が大木博士に懐き自らゲットされました。また他にもセレビの映画では若い頃の大木博士雪成少年が登場するんですけど、その時はリザードを連れていました。アニメの大木博士に関してはこのような感じです。まあ出てはいないんですけど、他にもゲットしてそうですよね。あとこれ以外に赤緑のゲームではバグ技で大木の先生という大木の博士っぽいキャラクターが出てくるんですけど、そのキャラクターの手持ちはケンタロス、ナッシー、ウィニー、御三家ポケモンの一匹ギャラロスとなっていました。僕は大木の先生はバグ技なのでやったことないんですけど、全体的にレベルが高くストーリークリア後のラスボスとして出すはずだったんじゃないかと言われています。いやー、大木博士って見かけによらず戦ったらめちゃくちゃ強いかもしれませんね。そして大木博士はポケマスというスマホアプリでバリーポケモンとしてミュウも持っています。昔のカスミのセクシーさは異常だった。カスミといえば特徴ある一つ結びでタンクトップにショートパンツを履いた元気な女の子ですよね。こんなカスミですが、過去の漫画では今と違って、まあ今も大概なんですけど、めちゃくちゃセクシーだったんです。その姿がこちら。え、これ本当にカスミ袋丈短すぎじゃない？コロコロコミックで電撃ピカチュウという漫画があり、この中のカスミは10歳ではなく12歳という設定で、髪は黒髪でした。モザイクはかけさせていただくんですが、今のポケモンを考えたらありえないシーンがあります。こちら、これもさすがにモザイクかな。しかしこのセクシーなカスミは漫画の途中でモルナがアニメの姿と全然違うということで変更になりました。理由は大人の事情だそうです。いや、これはさすがに怒られる。マジで気になる方は調べてほしいんですが、本当に今のポケモン考えたらありえないです。ちなみにさっきの水着姿のカスミですが、英語版の電撃ピカチュウではセクシー水着ではなくウェットスーツに変更されたそうですよ。まあそうだよね。まあでももう一回言いますけど、今も大概ですからね。アニメに登場した異常に強いポケモンたちについて紹介してみたら、まずは長靴を履いたニャース。アドバンスジェネレーション編で登場したテツヤというトレーナーのパートナーポケモンです。このニャースはもともと野生個体でしたが、傷ついていたところをテツヤに保護されており、長靴を履いているのはその怪我した足のサポーター代わりにテツヤが履かせたものです。いい話ですよね。で、ニャースってあんまり強いイメージないと思うんですが、テツヤのニャースはとても強く、防衛リーグでサトシのピカチュウと戦った際には10万ボルトやアイアンテールなどの技を使用し、最後アイアンテールのぶつかり合いサトシのピカチュウに勝利しています。その後そのまま優勝しているので、めちゃくちゃ強かったことが証明できますよね。次はダンテのリザード。ダンテは新無印編で登場したガノン地方のチャンピオンですね。アニメってそこまでゲームみたいに技がガチになってることは少ないんですけど、ダンテのリザードは弱点である水タイプの対抗として電気技の雷パンチを覚えており、ダイマックス同士の時にはダイジェットで素早さを上げたりしていて、覚えてる技や技の使い方がガチだと当時は話題になっていました。ちなみに対戦相手によって技を変えているのかは分かりませんが、キバラ戦の時のリザードンの技はドラゴンクローや穴を掘る瓦割りでした。ダンテさん、リザードンのことをよく育てていますよね。いや、相手によって技構成変えるのはガチすぎる。次はユージのメタモン。ユージは無印編で登場したトレーナーで、オレンジ諸島で行われているオレンジリーグで登場します。オレンジリーグの最強トレーナーユージのメタモンは、ユージが必ず一番手で使用するポケモンです。見た目は可愛いメタモンですが、変身で技をコピーして戦います。同じ技を使うのでトレーナーの実力差が出てしまうんですが、ユージの実力が高いためたくさんの挑戦者がこのメタモンにやられてきたようですね。見た目とは裏腹にめちゃくちゃ強いポケモンです。最もミュウに近いメタモンはこのメタモンなのかもしれません。
次はユージの回流、ユージの切り札であるポケモンです。首にかけているネックレスのモンスターボールに入っています。回流ってだけで600速なので強いんですけど、このユージの回流なんと10種類の技を使用するんです。使用した技は破壊光線、竜の怒り、雷、冷凍ビーム、水鉄砲、叩きつける、10万ボルト、高速移動、のしかかり、ロケット続き。なんで？多すぎ！ 1 話で10個の技を使用したので、改造中じゃないかと一部では言われています。次はサトシのゲンガー。もともとトレーナーがいて、古い屋敷で置き去りにされていたゲンガーですが、サトシが助けたことをきっかけで、サトシのポケモンになりました。このゲンガー、なぜか冷凍パンチを覚えているんですけど、どこで覚えたんですかね？野生やレベルアップで覚えることはないと思うので、元のトレーナーが覚えさせたとかそういうのかもしれませんね。なかなか強いポケモンですよね。サトシとヒロインとの出会いのきっかけを振り返ってみた。アニポケではシリーズごとにいろんなキャラのヒロインが登場しているんですが、今回はそんなヒロインたちとサトシの出会いはどのようなものだったのか振り返っていきたいと思います。まずはカスミ。カスミは初代無印編のヒロインなんですが、カスミとの出会いはなんと釣りです。オリスズメから逃げ回っている時にサトシはとっさに川に飛び込むんですが、そこで運よく釣りをしていたカスミに助けられます。その後カスミの自転車を借りるんですが、ピカチュウによってボロボロにされたのは有名な話ですよね。次はハルカ。ハルカはアドバンスレネーションのヒロインです。ハルカとの出会いは方園地方で、暴走してしまったピカチュウを助けたサトシを崖の上から小田脇博士と一緒に助けます。その際に出会いました。その後小田脇博士の研究所へ戻り挨拶をしていましたね。ちなみにハルカもピカチュウによって自転車を壊されています。次はヒカリ。ヒカリはダイヤモンドパール編のヒロインです。ヒカリとの出会いは新王地方で離れ離れになってしまったピカチュウを探していたところでヒカリと出会います。その後研究所へ戻り、ヒカリ、サトシ、タケシの3人で旅をすることになります。ちなみにヒカリに関してもピカチュウに自転車を壊されていましたね。タイパバレはヒロインの自転車が壊れるのは定番でしたね。次はアイリス。アイリスはベストビッシュ編のヒロインです。アイリスとの出会いは一種地方で、サトシがポケモンと間違えボールを投げたことがきっかけです。アイリスはこれまでと違い自転車を壊されていませんね。しかしピカチュウの電撃は直接受けています。次はセレナ。セレナは XY 編のヒロインです。セレナとの一番最初の出会いはなんと幼少期です。以前マサラタウンで行われた大木田博士のポケモンサマーキャンプでみんなとはぐれて足を怪我した時にサトシに助けられました。それ以来サトシが気になっており、偶然テレビで見かけたサトシを追いかけ白檀ジムでサトシと出会います。その後サトシの誘いで一緒に旅をすることになります。次はアローラガールズ。アローラガールズの3人とはポケモンスクールのグラウンドで出会うんですが、スイレンとは先に海でサトシが泳いでる時に出会っていました。その後スクールへ通うことになり、仲間たちとポケモンについて学んでいきます。次は小春。小春は新無重心のヒロインです。小春とは関東地方のくちばし桜井研究所で出会いました。ワンパチによって黒焦げになったサトシが階段で倒れているという衝撃な出会いでしたね。以上ですが、振り返ってみてどうでしたか？なんか最初の方のピカチュウ結構ヒロインに対してやらかしていますよね。それにしてもサトシの誰とでも仲良くなれるコミュニケーションは見られないところですね。ドットのゴロスターチャンネルです。チコヨコさんよろしくお願いします。では次のね、せーの、グッディー。